こちらが半日陰で育ててるイチジクのね、挿し木なんですけども、今までね、毎日ずっとビニール袋と、洗濯バサミでね、保湿をして育ててきたんですけれども、昨日ね、ちょっとね、葉っぱが袋に接しているところが水に濡れて葉っぱがね、傷んでいたので、ちょっとだけね、換気と通気のためにね、袋をね、外して様子を見ました。でね、もしかしたらね、急激な変化で葉っぱがね、カリカリになってしまうかもしれないので、夕方にね、様子を見に来る予定だったんですけれども、ちょっとね、具合悪くなったというか、状態を確認するのを忘れてしまって、なんとね、こういう状態になってしまいました。はい、ちょっと見るも無残ですね。もうこの葉っぱはね、ここまで、シワクチャになってカリカリになってしまうと、再生するのはね、ちょっと難しいかと思います。私もさすがに一日でね、ここまでとは、まあ前にも経験があったんで、予想はしたんですけど、ここまでとは思わなかったです。で、他のね、苗に関しましても、まあここまではいかないんですけども、こんな感じでね、しおれてしまっているものとか、はい。まあこれでしたら少し復活するかなっていう感じなんですけど、それから、こちらですね。アルマ。アルマはまあ、幸い芽が小さかったので、被害が少なかったと思います。それから、リサですね。リサもある程度ね、葉っぱが大きかったものについては、こうやってね、しおれたりとか、ちょっと被害が出てますけど、背が低かったので、多分風の影響をね、受けにくかったのかと思います。で、大きな株はなぜだかわかんないんですけども、葉っぱがかなり厚みがあるせいか、あんまり、しぼんでません。で、こっからなんですけれども、レディーブラックですね。残念ながら一番大きかった株の葉っぱがこんなにしおれてしまってまして、まあちょっと触った感じ、結構ね、もうダメージが大きいので、水分ね、吸い上げたところでちょっとね、復活は難しいかなと思ってます。で、次、セレストなんですけども、こちらもね、もう枯れ葉状態ですね。触ると、カサカサ音がしてるんですけども、もうドライのね、葉っぱ状態になってしまってます。さすがにね、最後のセレストですけども、こちらも、まあ、新芽のところがね、ダメージ受けてますね。なので、まあ、早急にね、ビニール袋かけ直したいと思います。まあね、ちょっとね、自分がやったこととはいえね、ここまで大惨事になるとは思わなかったんで、余計なね、手間がちょっと増えてしまって、残念です。